32です。32? あ、32。あ、ちょっとそれは32ですか。ちなみに34なんですけど。でも血色はすごくいいですしね。うん、血色はね、うん、これ何様だ、勝ち組みたいな。ちなみにこの中で一番若いっていう方はどなたですか。あの花上さん。おいくつ、いくつに見えますか。いくつに見えます。橋本さん。はい、なんでそういう時に私に振るの。あなた結構ズバッといくじゃないですか。24。21です。21、はい、じゃあ今学生さんですか。フリーターです。あ、フリーターさん、まあ、とにかくですね、このように、見た目だけではこのなかなかわからない、まあ、見た目の老けはですね、紫外線のダメージとか、うん、不規則な生活といろいろ言われておりますけども、はい、根本的な原因がございました。そうなんです。普段から実際の年齢より老けて見られてしまう女性たち、彼女たちの肌は本当に見た目の年齢と同様に老化してしまっているのでしょうか。そこで肌年齢チェック。まずは28歳の伊藤さん、肌年齢はなんと33歳。びっくりしました。32歳の武井さんは衝撃の44歳。どうしよう、さすがにショック。老けて見られる女性は実際に肌も老化していたのです。一体どんな原因によるものなのでしょうか。女性の見た目を老けさせるシミやシワ、こうした肌のトラブルの天敵は主に紫外線や不規則な生活と言われています。しかしもっと根本的な原因がありました。例えば生活の中でこんな経験はありませんか。新鮮でみずみずしいリンゴ、でも次の日気づいたら黄色く色が変わってしまっていた。天ぷら油も時間が経ってしまうと変色してどんどん黒ずんでしまいますよね。実はこれ酸化という現象なのです。この酸化という現象が体の中でも起こっているのです。体の中でも酸化が。人間にとって酸素は大切な働きをしています。ところがこの酸素の一部が活性酸素に変化し、体を老化させ肌荒れを引き起こしたりします。実はリンゴや油を酸化させていたのは活性酸素の仕業。私たちが呼吸によって体内に取り入れた酸素の一部が活性酸素へと変化、活性酸素はこうして体内で増え体を老化させていたのです。老け顔の原因にもなるシワを作るのも活性酸素。紫外線により皮下に発生した活性酸素が健康な細胞を傷つけ肌にシワを作っていたのです。これが度重なればシワはさらに深くなってしまいます。活性酸素はあなたのお肌を知らず知らずのうちに確実に老けさせていたのです。さらに活性酸素は体の中も老けさせます。活性酸素はその強い酸化作用によって血管や血液までも老化させます。それでは老けて見られる女性たちの血管年齢をこちらの測定器 BC チェッカーで調べてみましょう。まずは21歳の西村さん。ちょっと待ってよ。33歳。和さんだね。続いて28歳の伊藤さん。46歳です。46歳。相方だと。武井さんは20歳も老けた52歳。なんと全員の血管年齢が実年齢を上回っていたのです。老化してしまった血管、活性酸素に侵された血液はいわゆるドロドロの状態。健康でサラサラな血液と比較すると一目瞭然。細かい血管が目詰まりを起こし、最悪の場合生命を脅かす危険にもなりかねないのです。体を知らず知らずに蝕み老化させている活性酸素、肌のトラブルは体の中でも老化が進んでいる証拠とも言えるのです。つまり見た目が老けてしまっている女性は体の中も老化してしまっているのです。怖いよね。
き起こしているのは活性酸素、これもよく聞きますけどもね。聞きますよね、そして老化も体の外でも中でも進んでいると。ねえ、怖いですよね。うかうかしてられませんよ。一番だってこの中にいたら危ない感じですもん。私もそういう年ですから ね、絶対進んでますよ、間違いなく。そうですか。だって見た目にも進んでる感じがしますね。頭少し剥げてきたしね。シワも多いですしね。血管チェックしましょう。年齢チェック。いやですね、怖いですね。はい、お願いします。ね、知っておくことの方がいいわけですよね。改善できるし。そうですよね。いろいろ生活を。あ、こちらの先生がやろうです、ね。はい、先生。今のお姉さんやってくれるわけじゃないから。違う。じゃあ右手の人差し指をですね、赤いところに。右手の人差し指、はい、はい、人差し指、はい、あやして進行してますから、はいはい、これですね。そちら、はい、はい、はい、実年齢47歳の渡辺さん、果たして血管年齢は。はい、終わりました。はい、これぐらい静かにして落ち着きますけどね。落ち着きました。落ち着きました。今すごく大丈夫ですね。57歳です。先生おかしいんじゃないの？先生、本当のこと言ってくれよ。本当のこと教えてくれよ。先生どうもありがとうございました。どうもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。まあ笑っていました。ゲストの皆さん、皆さんも先ほど俺やりましたね。楽屋で、はい、楽屋で結果を教えてくれないんですよね。結果はこちらの方に出ております。やだ、それでは私風邪ひいてるからね、あの違うと思います。いいわけ。一番良かったのはですね、